ドイナモイ。はい、どうも、ナイジョンです。そしてみんな山田さん、はい、山田さんの真似したわ。じゃあ俺、本当エルプリもやろうとしたんだけど、ちょっとさすがにね、丸パクリは良くないから。ちょっと俺らのオリジナル、そう、俺らの挨拶、じゃああんま真似しないでほしいな、俺らの挨拶を。ってことで、まあ今日はね、ブロスやんないんだ、さっきまでやってたけど。まあね、とりあえず俺らはクラロラだから、なるほど、ってことで、なんか今来てるの、新しいやつがね、こいつだ、サドンデス大会なんですけど、サドンデス大会は多分、あれだよね、サドンデスバトルだから、先に1本打った方の勝ちだから、そうまあ、基本的に強いのが、なんだろう、1-0 で勝たなきゃいけない、ね、絶対に。フリーズ強いと思うんだよ。フリーズは強いね、間違いなく、で、墓石とかトルネも強い、だから、まあ、遅延系のデッキでいくか、遅延系を何も積まないフリーズを入れるかって感じだよね。まあ、大体トルネ墓石またはフリーズが必須みたいなところであるよな。フリーズにメタになるからね、墓石がね。そうだね、だから本当はフリーズの方が、いや墓石トルネの方がいいかもしれんけど、俺は今回このスケラでいきます。まあ、このスケラは空ぶっつめで、しかもフリーズも積んでてバルーンにも強い。トルネードはいらないんですか？トルネードいらない。ベビトラあるのにいらないんですか？いらない。なるほど、いらない、まあ、信じるわ。信じる。みかんさん的にはおすすめは何？やっぱランバルフリーズじゃないですか。ランバルフリーズ、まあいるな、絶対いる、まあ、ランバルフリーズはトルネオフリーズも入ってるから、割と最適解かもしれない、ね。まあ、でも俺が使えないっていうのがあるんで、まあ俺がね、まあ俺がこれで1位取ってしそう、まあ俺が最適解、クラロラ界の最適解になろうなと思って。はい、何秒で勝てるか、これマックスで早いとさ、もう20秒ぐらいで試合終わるんよね。終わる ね、きっと。なんならもう初手、なんかタルババ、スケラフリーズとかで決まりそう。あ、全然なんかそれで決まるとき決まりそう。手札次第でね。やば、ケツプリン来た、ケツプリン。ね、珍しい、ね。でも俺、スケラが見えない。見えない。スケラが見えない。なんだろうな、ホグか、あー、コカツ系か、コカツ系だな。鬼コカツとかかな。よいしょ。いいフリーズ。それな。うん。とりあえずこれで。うえ。うえ。ヤンチーがいる、ヤンチーが。うわえ。やば。どうせフリーズいるんだろう、お前知ってっから俺。さあここで、まあフリーズった後だからな、ちょっとおとなしくもそれなから組みたいな。それはそう、本当にそう。あ、おいしい。あそこに打つんだ。打たない、さては。うぅ、まあ、デビーちゃん、これ打てるな。いけるね、こんだけに溜まってたらカウンターできる。いやらプリモーって感じ。違うはい、よいしょ。2体ぐらい。よいしょ。はい。あ、エリババね。エリババね。はい。つんよ。ワンコンで持ってくるから、守って、安牌だな。それな。うん。なかなかやるな、さては。やりおりますな。さては、エルプリも。違う。どんどんいきます。ね、サクサクいけちゃうね。サクサクゲーミングですね、これは。俺、一回12勝を9分、じゃ12勝10分ぐらいやっときゃった。マジで、そんな、うん、X にあれ0敗 ?0 敗から。マジで、やば。昔サドンデスチャレンジ初めて来た時に12勝まであってタイムアタックしたらもうなんか10分かかんなかったわ。マジで、じゃあ俺これ12勝するまで10分かかんないで動画、その動画撮れるわ。よかった。確かにこれまあまあやばくない？エルプリモー、レイジをまず無効化する、このフリーズね。はい、これいけそうな、はい、アーチあるからな。あー確かにちょっとシャシャったかもしれん、もしかしたら。でもこれ1体どっか行くでしょ。いやアーチャーと立ち合うの違うな。うーん、アーチャーと立ち合うの違う。でもこれさ、ケツプリンスでさ、いける顔してるよね、結構。あー、このバルーンさえ抑える。これでフリーズ打たして、エレキパッコンして、パッコンパッコン、はい、パッコンパッコンして、はい、うるさいです。はい、行きまーす。縦線、縦線パキれば多分終わりなんだよ。あ、いったったこれはもうパキって終わりだ。ディギーン、これだよ、これこれこれ、ガタン。まあある程度先に攻めさせて許容して、カウンターで一発折りだな。でエレキがあるとさ、フリーズ打たれた後の保険になるしね。そう、相手ね、あえて空2枚合わせたらフリーズ打たざるを得んし、さては
バルーンより強いんですか。そんなことない。そんなことない。バルーン使いが極めしものだったらそんなの通用しないか。やっぱ余ったるかった、相手が余ったるかったかもしれん。やっぱみかん坊やかな、バルーンというか。ちょっと待って、これさ、ケツプリンスでいいよな。逆さ行った方がよかった。逆端前スケラブッパでもよかった気するけど、ベビドラスケラとか割と止まんない。じゃこれ行っちゃおう。それ違うな。違うんかい。やばいやばい。やるとしてもなんかもうジャイと同サイドに端前プリンススケラとかさ。あーなるほど ね、うん、なるホーンズビーですね、それは。やばい、ヤクザ来た。ヤクザ、新手のヤクザ来たわ。やばい。やあー、一応自陣。あ、オッケー。パキればいけない。パキれば多分全部止まってた気する。ベビーも残ってて、それがち。あ、美味しい。このテスラ美味しい。テスラは美味しい。もう一発いけ。よし、よくやった。もう一回。よいしょ。あー、ネクロ強いな。あー、そういう感じでもさ、割と入るよな、これ。そう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 。あ、縦線がいい仕事してる。いいね。あ、オッケー、オッケー、線切った。エルプリモーって感じですね、これは。いや、違う。はい。違う。はい。よいしょ。さあ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 。あ、当たってない。確かに。高橋。おい。読みのフリーズですか。読みのフリーズです。絶対違う。これで重ねて、もうスケを無効化する、エルプリもする。はいはい。あ、エレキで。さあ、あとはこれで5コス、5コススケ。スケラゲーム。さあ、ネクロがビーズ出して精一杯だろ。あかーん。ジャイ系確かにしそう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。えい。もうジャイ出た瞬間に同サイドスケラぶっぱしていいと思うね。どうしたらいいかわかんないんだよね。同サイドかスケラ打ったら、うん、ジャイ出した瞬間 5か6しかないから、うん、その瞬間なんかカード1枚切ってフリーズ打てば最悪タワー折れなくてもジャイはスケで削れるっていう。ああ、なるほどね。まあ逆サイよりは同サイドがいい。多分銅の方がいいね。なるほどね、うん、おきまる水さん。あ、タワー11なんだ今回。タワーってか全部のキャラが。あ、本当だ、そうだ、気づかなかった。どうすっかな。11渋いよな、結構な。そうだね。あ、やべ、これちょっと呪文巻き込まれるな。全然これいけるな。ロイじゃいいか。これいっちゃっていいよな、普通に、うん、そういうところ。そうそうそう、出た瞬間に動作こういう感じだよね。そう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 、それ一番いいよ。やべやべやべ、全然削れる削れる。ロイじゃが削れるから敵にカウンターさせないっていう。ロイ、やばい。ダイナマイク、ダイナマイク。さてはブロスター、さてはブロスター。俺らブロスターの人だから。ブロスターのプロですか。ブロスタープロプレイヤーだから。違うな。ちょっと待って、これ全部マスケに持ってやるな。これ絶対ロイ来るもんな。いや、ロイは出せない。ほんま、うん、マザイ、マザイだよ。え、待って、これ避ける避ける避けるから行っちゃう。だだだだだだだ、ギャング切って、ギャング切って、ギャング切って、それな、うん、もう一直線一直線。んー、北京、はい、ブリーズでサク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 ギャング切った後のプリンス受け知るそうだったな。それな、なんか大体俺結構最近ずっとプリンス使ってるんだけど、思うのがなんかケツタテスケとかを逆に自陣でプリンスで全部受けて、うん、でカウンターで持っていくみたいなね、結構あるよね。なんか陸受けの細かいの切った後のプリンス割と止まんないよね。たまんない。ケンゴットもなんかジャイ使ってる時プリンスゲーって言ってたからね。あれはまだマイストロー上がってないからやっぱ。あ、確かに、うん、もうテンゴットの話はいいかな。でも一応今シーズンの昨日のグローバル1位ジャイだったよ。マジでジャイダクネだったけど。あ、ジャイダクネか、うん、あ、テンゴットが使えないやつだ。あいつすぐあれしか使わねえからな。ジャイプリしか使わない。あー、これあれっぽいな。クロスか、あ、バルーンだ。バルーンだろこれ。バルフリだな。割とも4勝ぐらい。え、これさ、いけるくね、普通に。アルババとアーチャー切って、あ、これ、かければ多分いけると思うけど。ああ、ポイズンか。あ、スケラな、相手も。なるほどね。うん。で、相手さ、ちょ、これ違う、これ違うわ。これ違う。ごめん、これ違う。ごめん、これ違う。やばい。やだ、やだ。相手もフリーズあったら、これちょっとやばいんだよな。やばいね。とりあえず、ベビドラと。あ、OK、それ守れる。オッケー、缶中タイム。アイドモテンゴトです。そしてサーチャー。あ、やばい。
集中集中集中。あ、オッケー、これプリサイよ。これ五骨で打ってあげて。パキ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 。よいしょ。マジサクサクゲーミングだ。何勝これで。これで何勝だ、6ぐらいかな多分。早くね。うん、五勝だ。五勝か。今1位の人発勝だからワンチャン追いつけるかな。追いつけるな。黒一、俺が世界を変えてくるわ。いいな、これサクサクだからやりやすいな、ほんとに。うん、なるほど。やる気出して、はい、まあ、最初はね、様子の伺い合いみたいなのがあるね。なんだデッキは。わからねー。ホグとかかな。あ、バルーンか。また当たってね。タルババ当てるのさては苦手。苦手。あ、いらねえじゃん。確かにいらんか。俺のフリーズがうますぎたの忘れてた。やばい。まあ、ファイボ切らしたから、うん、あ、これ打っちゃってよかったな。手札回んねえわ、打たないと。うーん、でもなんかスケルトン部隊とかいそうな。カホリちゃんしてるよな。カホリちゃんではあるな。なんかこういう気違いできて大体そういうこと言うから。あ、そういうこと言うから。ダメダメダメよ。よくないよ。ダメよ来季。ダメよ。ダメダメ。いいじゃないの。あれ、よいしょ、これでほっとこう。プリンス刺さりそう。どうだ。いいよ。 おこれ美味しい。リクエストなさそうだね、相手のデッキ。一発。あー、やだやだ。もうこれ端前プリンス好きだ多分。ほんとにちょっとやべ、俺これ何も考えてなかった。ちょっとやばい。フリーズない人だって。あ、チュネあるんだ。またチュネだ。右側だな。防衛しながら行くしかない。そうだね。うん、エリキは絶対持ってなきゃいけなくて。うん、そのベビーいいね。このベビーいいよね。そうそう、ここだな。これだ。分回して、そう、この プリンスだけ多分渋いんだよね普通に。そうだね。刺さった刺さった。来た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 よ。来た。はい、いたいた。カタ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 。よっしゃ、危ねえ。いいね。いいよ、サクサクゲーミング。いいっすね。今どんくらいだろう。どんくらい経ったかな。1位が9勝かな。1位9だな。9勝3敗とか言ってる。早いな。9勝3敗は早いな、さすがに。何試合してんの。負けるとき負けるし、早い、勝つときめっちゃ勝つの早い。それな。鮭が今8勝0敗。出た。スケラの民。チームリキッド。そうなん。じゃあ今、相手。相手？おお。マジ？あー、来た来た来た。これやばいだろ。そう、もうこれが強いんだよな。これさ、来るもんな、絶対。そう、このフリーズがレイジのメタなんだよね。あぶね。ガドーン。お、フリーズだけさてはなくない？さてはな、いや、いや、でもないのかな。今多分エリナシザイモンだったと思うけど、でも3が5しか出さないって多分ないんだよ、タクとして。それな。うん。一番良くて3が5だった。うわ、これ来る。でも敵ユニレベが1個低いのが救われてるっていうかな。エレキあるから、あ、多分フリーズいなかった説あるな。来ると思ったんだよね。来なかったね。何番のレイジ待ってなかったらさすがにいらないと思うけど。なるほど。ここってよかったと思うけどな。俺フリーズ切った後だからちょっとな、待ちたかったな。あ、確かにそれは。相手が打ってきてたら多分エリ的にあれだったからよかったんだけど、ちょっと待ち。ここいけそうだね、逆に。いけそうだね、ここは。ここで端前に多分ガゴメで裂かなきゃなんないから。そうだよね。そしたらこっちが止まんなくなる。パニーン。あ、持ってんのかい。よいしょ。刺さるよ、スケモン。あー、いや、まあ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 、いけいけいけ、うっし。あー、さすが。来た来た来た。やるやん。まあまあやるな。さては10連勝とかまでいきたいな。それな、うん、どんどんいこう。ミガンさんは動画あげるんすか。このそうだね、ランバーバルフリーズどこまでいけるかやってみたい。終わらない説あるな。終わらない説。おっと、おっと、ホグ珍しいな。サドンですよ。怖っ。絶対フリーズ持ってるじゃんこいつ。ね、ミニペフリーズとかワンチャンの仕掛けていくと。だるいだるいだるい。これいっちゃってよかったな。これキョスケホグかな、ワンチャンの。あー、違うな。これいっちゃおう。で、うん、おー、ここで止めてくる。いや、美味しくない逆に。あー、それはいける。それはいける。だってフリーズってますけど、普通に止まんなくね。うい。うい。お、来た。苦しみのウィズ。苦しみのウィズ。ツンツンツンが来る。オッケー、もう一周回した勝ちだ。よし、オッケー。ティッティティ。よいしょ。
やば。あ、やばい、やっちまったこれ。あ、でもフリーズがあるわ。いや、ここは打つわ。安牌だね。うん、なんなら左に入ったわ。ウェイウェイウェイ、いいね。まあ相手もさすがに勝負仕掛けてきたけどホグバルも構えてた速さだったな、あれやばいな。プリンス切った瞬間にね、急にドゥンってきてさ、よし、負けるまでやろう。それは負けるまでか、10敗するまで。10敗じゃねえや、10連勝するまで。10敗やばい、10敗はやばい一生なんで。じゃあこれどうせもうバルフリだな、どうせバルフリだな。カスキャラか、あーなるほど。やべ、手札が、うわーやばい、これ一番やばいの来た。やべ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 、死んだくせ。くそ、フリーズってばよかったフリーズってばよかったそれな、ちょっと渋ったわ。渋った、どうすんの。くそちょっと待って、長さ16分、ラストかな。ラストラストいきます。ラストいく、勝って終わります。負けるまでなのに勝つまん。いやさすがにな、バルーンスキラーは考えてなかったな。ワンチャン？でも昔あれやったんだよ、ラット君と俺やってて、サドンデスが初めて来た時にやってて、バルーンスキラーを決めたら強いっすよって。でフリーズが強いってまず ラットが言ってくれて、そっからスケフリとバルフリが多分見つかったんだけど、これやばいな、やばい。まあでもフリーズがあるから打たれたら打ち返すだけみたいな。うん、 あメガゴ入ってる、動いてたね、気づかんかった、ね、アイスイズのあれでね、色が染まってたからな。うん、とりあえず打っちゃうか。コウモリ来るな、うん、どうすっかなこれ。うん、あでも相手ちょっと苦しそうだね。そうだね、このトルネ、まあエリキもあるし、まあ、保険はいっぱいある。そうだね。あ、美味しい。それ美味しいぞ。よいしょ。といてえな。ここだろ、勝負するとしたら。違うな。そうそうそう、あ、俺来たよ。よいしょ。で、ただ、はい、ベビー追加がだるいんだよな。ベビー追加からの4コスフリーズだな、これ。そうだよね。OK、今だ。OK、アイス G。OK。はい。いいね。よし。オゲイ、あと一勝で10勝だけど、いきましょうここで負けてまたの長くなっちゃう勝てよ勝てよ、余裕余裕、まあ、ちょっとだけどやっぱサドンデスだと動きが変わるわ、やっぱ、はいはいはい、難しい ね、 そうだよね、いきなり2倍タイムだしね。うん、なんかもう動きがこれなんだよ、それな、ギャンチ、一発も入れない。よし。あー、スケが仕事してる。やめて。うおーよい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 。あ？やめて。ほ、ちょっと待って。これやばい。いや、これ打ってよかったかな。いや、まだだな。これ絶対入れんな。爆発すら入れんな。クロームが来る。やばい。終わった。お、ちょ、来た。来た。来た。俺、ロケットとかない限り勝ち。よし。パキーン。よいしょ。ふーん。あれ、エレキか？入ってるな。ふーん。さすがやっぱりエレキさん。サンキュー。よし。オッケー。実証した。危なかったけど。泣いた。もう死んだと思った俺。あれ敵クロってたら勝ちでしょ。バカ入ってた。それな。ね、打つ入りがなかった。操作した。さすがっす、ありがとうございますということでですね、今回は10勝しましたね、ついに。ってことでね、1位何勝ぐらいかな、サドンデスだとさ、どうだろうね。なんか前の普通のバトルだったらクロスの人150勝してたけど、してたね。サドンデスだと結構博打要素もあるからな。確かに。なんか100までいけなさそうではあるよね。安定して100いけるデッキ、逆に見たい、見てみたい、ね。逆に、うん。ってことで、まあとりあえず、まあ動画内で10勝できるってことはそういうことやな。
今回12勝が報酬だから。あ、そうなんだ。そう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 、まあならチョロ Q です ね、 ね、みんなチョロ Q。 250A 名でウルトラレア結構もらえるから、うんうんうん、ってことでですね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。えい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 、にーたー、にーたー、やばいやばい、鼻水出たわ。どれだわい。クララだ、クララな、あとでブラスト取ろう、それな、それな。ということで、今日はこの辺で終わります。オッケー、やっぱ。